ったら藤原初期に決めてもらおう。私ですか。そうしましょう。ザク、さあこれで私が会長の ID を聞く理由はなくなりました。どうぞそちらからお聞きになられてください。あ、夏になったら生徒会で旅行に行きましょう。藤原さん、友達だと思っていたのですけれどね。かぐやさんが誰かのものになっちゃうなんてやだ。大学なんてやだ。あ、やだやだ、いなくなっちゃわないで。何か、何かないか。時間なんてあっという間に過ぎるんです。うかうかしてたら何にもないまま卒業ですよ。今の話全部嘘だったんですか。嘘じゃないです、ブラフですよ。そうか、ブラフというのは真実の中に一つまみの嘘を交えるから力がある。だとしたら、あ、熱々のお味噌汁だ。弁当の米は冷えて硬くなっていかんが、味噌汁と一緒にいただくと、あの疎外感を感じると言った藤原初期の言葉も、あの瞳も嘘か。そうだよ。はあ、やったー、会長にも勝った。必然的行動。行くの。それじゃあ関節機